秋の壁面飾りにぴったり。画用紙と丸シールを使ってとっても簡単に作れる赤トンボです。赤い八つ切り画用紙を4分の1に切ります。それをさらに2センチ幅に切ります。オレンジ色の画用紙も同じように切ります。9本ずつできるので赤2本とオレンジ1本、オレンジ2本と赤1本の組み合わせにします。1本が胴体になり、2本が羽になります。胴体は縦半分に折ります。折ったところをのり付けします。羽は2枚重ねで半分に折り、折ったところを少しだけ三角に切ります。そこから 1、2 センチ開けて羽の先の方に向かって斜めに切り落とします。広げるとトンボの羽のような形になっています。これを交差するように胴体に貼り付けます。目は赤い丸シールを胴体に貼り付けて作ります。ここでは直径9ミリのものを使っています。このままでは剥がれやすいので、裏からもシールが重なるように貼りましょう。修正ペンで光を描いたら出来上がりです。胴体が赤いトンボの目玉は黄色い丸シールを赤マジックで塗ってオレンジっぽくしたものを使いました。赤いシールを使っても構いません。たくさん作って群れで飛んでいるような感じに飾りましょう。